日吉とこの夜でいいんじゃねっていう、そこから始まった。そうですね、あの日にしの勝手にさ、人の名前で遊ばないで、そうする企画にして、で勝手に企画進めて、日吉さんにじゃあ開けとけって、何も言わないで開けとけって言われただけだ。違うんだよ、あの時あの違わねえいやでも本当、ここのね、実はカレーが僕大好きで、よく食べてるんですけど、でそのカレー食ってる時に、その花さんどうするっていう話を本当にしてたんですね。で、いや杉山さんにやっぱ来ていただきたいよねって言った時にね、隣で顔見合わせてね、きよしだで、いろいろ調べてたらね、あんまりね、この名前をそのまま使っちゃまずいなって、まあ、そうそうそうね、はい、はい、あの漢字を使わせていただいたり、まあそれでも、ここのタイトルは確かにね、メインタイトルはちょっとふざけたような感じかもしれませんけども、そうです、中身は今回だってあれですよ、劇場版公開後の初めての制作時のトークイベントです。あんなポスター作ってよくそういうこと言う。あのポスター素晴らしい、ね、素敵だと思いませんでした。ポスターの写真をちゃんと撮りたいから来てくれって言われて、はい、来たら、いきなりあの結婚式場に連れ込まれて、あらかたかに向かれなんか来てられてさ、はい、おまけチャンネルまであの人とかも、何それ、衣装も全部ね、あの杉山さんと一緒に選ばせていただいて、選んでないいましたよ、でも選んだね、選んだだって、なんか3択くらい、この中でどれですかとか言われただけじゃないですか大事だ、しっかり選んだとにかく、すべてがこの人たちの悪ふざけになってしまってるんですよ、あれは悪ふざけ、そうですね、全てのイベントがそうですもんね、はい、もう致し方がないところですね勝手に食べてるのはいいんだけど、吐き込むなちょっとおもちゃにするなっていうことですよ、ね、そんなことございませんよ、ね、本当どれだけ皆さんに杉山さんが愛されてるかっていうの証明ですよ、はい、そんなことございません。というわけで、いつこのまま話していくとですね、いつも通りグダグダになっていくのがわかりますので、はい、そうそうタイトルコールをかけたいと思います、はい、それでは、皆様、本日はですねホテルレイクビュー日と15周年記念イベントにお越しくださいました。ありがとうございました。それではこれから日吉とこの夜、ガールズ&パンサーがもっと楽しくなる、また見たくなる劇場版公開記念ディナー&スペシャルトークショーを開催いたします。よろしくお願いします。杉山さんが鍵を握ります。皆さんが終電に間に合うかどうか、ね、お車の方はいいですね、電車の方いらっしゃいますか、東京方面、いや、いますよね、そんな俺のしたことはないということで、はい、それでは清志君、はい、まあ、いつまでこうやり取りするけど始まらないんで、今回内容ポイント決めちゃっていいですか。はい、どうぞ、はい、どんどん進めましょう、はい、その辺で乾杯するんですけど、はい、茨城空港で何で乾杯したの、はい、茨城空港で何で乾杯、乾杯、乾杯、茨城空港でやったじゃないですか、いや、むしろ乾杯ねって言ったら乾杯だからこの10秒、20秒が積み重なっていくわけですね乾杯だ、ほんとやったしましたよ。あ、そうだ、俺だけなんか変なもんなさい、違う、君は食べ物が小さかったんだね。そうそうそう、その前に乾杯したじゃん。そう、ヨーグルト、ヨーグルトで乾杯したんですよ。しかし、相変わらず台本持ってないですね台本なんて必要な、あ、ごめんね、はい、はい、あの、御霊ではヨーグルトで乾杯したんですけど、はい、あの、御霊地酒で乾杯するっていうのはありまして、はい、本日皆様のテーブルで、お車にお飲みしたいのがあるんです。白いの甘酒になってますので大丈夫です。で、日本酒を飲まれる方、一品っていうお酒がその地酒ですね、こちらですね、こちら特にあると次の日じゃないですよ、一品ですよ、はい、が入ってますので、そうです、なぜ次の日にしなかった、水戸ですもん、いやいや、いや、それいいけど、別にここで別に月の日さんの名前出すとこないじゃん、だって皆さんだって月の日だと思う、絶対期待してますもん、あとで坂本さんに言っとくから、はい、はい、はい、というわけで、まずですね、皆さん、乾杯に参加せよ、スタートの方、はい、お酒を飲まれる方はぜひ入れてください。お酒飲む方がいいですから、ついでいただいて、とっくりとお金ありますのでね、これはお酒ですか、甘酒、これを飲まれますよ、じゃあ大丈夫です、飲まれる、はい、あの、責任取ってくださいね、はい、責任取ってくださいね、ちょっと払っちゃった、さあ、皆さん、大丈夫ですか、甘酒入ってない、
で、キュウさんね、はい、まあ、このまま声かかるのに乾杯でもいいんですけども、やっぱり今日はクリスマスのイブイブということで、じゃあちょっとクリスマスチックな、そうですね、昭和で乾杯できればなと思います。メリークリスマス。はい、杉山さん、お願いできますか。何でしたっけ。動けないつまんない。年末にほら、あのゴミいっぱい出すじゃないですか。参拝。ここで多分今50秒ぐらい過ごしました。はい。はい。それでは、はい。はい、本当にそれでいいんですか。いいですよ。止めたんですかね。止めたときましょう。はい。じゃあ、レクリします。待て音響さんも準備してください。はい、じゃあ、参ります。ご視聴ください。メリークリスマス。メリークリスマス。シュウがさ、みんなクリスマスクリスマスって言われてるけど、あれ、カフェの歌でした。カフェの場所です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クリスマスの場所でしたか。まあ、いいじゃないですか。そうですね、はい。さあ、乾杯も無事に済みました。はい、これからですね、ホテルレイクビューミと特製の日吉とこのようスペシャルディナーがスタートしますが、ここからの内容を盛りだくさんなんですけども、杉山さん、多分ですね、はい、ふざけんなって言って、はい、暴動が起きるような内容だと思います。じゃあそれを今から確認させていただきますけどまあ、これからディナーが始まります。ただ、皆さんのお手元にですね、今日どんな料理が出てくるかというのはちょっと書いてないんですね。はい、それを今日、キムさんの方から発表していきたいと思いますので、皆さんちょっと聞いてみてください。すみません、前のプログラムでメニューじゃないんでね、皆さんの。メニューだと思ってました、皆さん。あ、思ってましたね。すみません。すみません。ごめんなさい。さあ、今回のですね、キムさんこのようなスペシャルディナーの内容を今から発表したいと思います。はい、キムさん、まず前菜。オードリー。多分上にポコッと乗ってます赤いの、それは川島さんのおもちゃ焼きです。はい、おおと言っていただきまして、皆さん不思議に思わなくてダメですよ。ホテルの前菜でキムチ出すバカはどこにいますか。でも手前の2つがちゃんとあれですよね。前菜ということは別れた奥さんのことですか。はい、次行きましょう。はい、続きましてスープ。スープ代わり、本日スープ今出てますね。そのハートの人気で皆さん気づいてると思いますが、はい、川端さん監修、サオリの肉じゃがです。スープじゃない、スープじゃないね、これね。汁の、スープ代わり。はい、あ、そういう言い方が。つまり、はい、飲まなければいけない。飲み込まなければいけない。はい、ダメですよ、皆さん。はい、次も。はい、続きまして、お魚料理。お魚はですね、お魚料理、本日は、たぶん劇中の中で私が一番これを出さなきゃダメだろうと思ったのが1個ありまして、一番最初にミホが転校してきて学食で食べましたサバの味噌煮を、フランス料理。はい、だんだん箸も回りになってフランス料理ですね。そうですね、サバの味噌煮はフランス料理ですね。はい、ただこういった出題の中で普通ね、下見ないように全部見えるとかね、はい、そういったものが一般のフランス料理ですか。サバ、あ、そこを突っ込んでもらえなかったらごめんね、本当に気づかれて。はい、でただですね、今回は一応コースディナーということなので、皆様ナイフフォークが結構並んでると思うんですけども、はい、キスさん、サバの味噌煮をどうやって食べてもらいたいですか。こちらに今2番目に並んでます。スプーン何に使うんだろうなって皆さん思ってると思うんですけど、こちらのフィッシュソースといったもの、魚を身を切ってソースを上からかけるスプーンになってますので、はい、そちらでも、あとフォークを使って召し上がってください。はい、お箸はあくまで演出ってことですね。ただの飾りです。はい、さあ、続きまして、お肉料理。お肉料理はですね、本日、もちろん、ここにいます。クックマン監修です。戦車カツオリジナルバージョンということで、レイクビューオリジナルで作らせていただきました。はい、そもそもオリジナルにしたい人たち、うちの監修いらないと思うんですけど。だって、大丈夫なんですか。某コンビニもなんかそんなこと大丈夫なんですか。監修してないの。監修しましたよ。でしょ。はい。クックマン監修って、なんかお腹壊しそうだよね。
ってんの。さあ、続きまして、はいはい、その後ですね、やっぱりこのお店も出さなきゃまずいだろうと、魚屋本店さん監修あんこう汁を個別でお出しします。土鍋じゃないですよ、いつもみたいにね、こじこじこじお出ししますんで、はい、ここはなんかすごくまとも感があります。これはおじさんのところで出したから、おじさんのところで出したレトルトじゃない、違う、はい、そしてデザート、デザートの一番難しい名前最後あんこう焼きです。バカ野郎you
皆さん大きな拍手をお願いします。
皆さんこんばんは。2015年も間もなく終わります。今年も本当に多くのイベント、皆さんお越しいただきましてありがとうございました。ただ皆さんも大変だったでしょう。私これから懺悔します。イベントが多くて皆さんが大変なのは私のせいじゃない。すべては大里さん、事務局長、杉山さんのせいです。すべて大里さん、事務局長、杉山さんのせいなんです。こんにちは。いつも、お笑いに来ていただいてありがとうございます。今日は清志とこの夜、楽しんでいってください。これからもお笑いよろしく愛していただければ幸いでございます。はい、頑張って作ってます。いつもお笑いに来てくれてありがとうございます。今日の肉じゃがは美味しかったですか？ぜひお笑いの方に遊びに来てください。お待ちしております。皆さんこんにちは。蜜団子の味の店高橋です。いつもお世話になってます。皆さんいつも大笑いに来てくださってありがとうございます。今日は花壇で盛り上がっております。今日の清志とこの夜も皆さん楽しんでください。お笑いで待ってます。はい、ありがとうございます。大和タオル店でございます。本年も、たくさんの、皆様に大洗町に来ていただき、とても大洗町がにぎやかに記念することができました。ありがとうございます。来年もぜひ、大洗町、そして曲がり町商店街、たくさん、いらしていただけることを期待して、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。ガルパンギャラリーの西村です。今日は清志とこの夜にお越しいただきまして誠にありがとうございます。そしてお笑いにもいつも来てくれてありがとうございます。劇場版も公開してとっても楽しいなって、私も毎日思ってます。皆さんがお笑いに遊びに来てくれるとすごく嬉しいです。ガルパンギャラリーも今後ともよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。飯岡泰さんのお料理こと松本でございます。いつも大変日頃よりお世話になっております。大笑いにまたお越しの際にはけいちゃんともどもお店を愛してやってください。皆さん待ってます。よろしく。こんにちは。ガルパンファンの皆さん、いつも大笑いに来ていただいてありがとうございます。10月の美穂ちゃんのお誕生日にもたくさん来ていただいてありがとうございます。劇場版も大成功で私たちも嬉しいです。今夜は皆さんで楽しんでください。また大洗にも遊びに来てください。お待ちしてます。こんにちは。大洗のさかなクンこと、金丸中華店の石田でございます。皆様いつもお世話になっております。いや、今日はですね、清志とこの夜ということで非常に、楽しい、ステージになっているかと思うんですけども、当店にもね、フラーラ、ね、もう映画館でも見た方も多いと思うんですけども、重要な、ね、役柄でもうあそこでね、涙された方も多いんじゃないかと。その一人は私だと思うんですけども、もうすごくですね、フラーラのね、パネル取りに来ていただける方がすごく、はい、長いカットカット、はい、カットカット、すいません。じゃあもっお茶、大洗のさかなクンこと金丸中華店の石田です。皆様いつもお世話になっております。こちらの、クララ、新パネルもやってきました。皆さん、来年もお待ちしております。皆さんパンツァーフォー、皆さんハッピークリスマス。本当に大笑いの応援いつもありがとうございます。息子になり変わりましてどうもありがとうございます。
とこの夜にご参加の皆様、楽しんでる？潮騒の夜のおかみ、そしてまたの名を、日本初手相を変える鑑定士、和田美智子でございます。そしてこんにちは、営業兼ガルパン部長の小畑でございます。私たちはこのガルパンがこんなに多くの人に愛されたのは、作品はもちろんのこと、多くのファンの方がいたからこそ、私たち町民もその世界に入れたんだなと心から感謝しています。そのお礼に、ガルパンファンの皆さんはもちろんのこと、大笑いをこよなく愛してくださる全ての皆様のぶっ飛び未来が大開運でありますよう心から念じています。ワンチャンフォー、大笑いホテルの、総支配人の榊原でございます。今年1年、大笑いにお越しいただきましてありがとうございました。ぜひまた来年も大笑い町応援よろしくお願いいたします。本来であれば担当の島根が、ここでご挨拶をさせていただくところですけども、今日は熱を出してしまいました。代わりに私がご挨拶をさせていただきます。本当にありがとうございます。商店街にお越しいただき誠にありがとうございます。安心してください、魚屋本店営業してますよ。これからも大洗町商店街、引いては曲がり町商店街をよろしくお願いいたします。皆さんのお待ちを心よりお待ちしております。ありがとうございました。それでは皆さん、来年も大洗町よろしくお願いいたします。あと、こんなところでインタビューをさせやがったレイクビューの木内、覚えてるよ。それでは。皆さん、ご来店いただいてありがとうございました。とても素晴らしい内容だと思うんですけど、皆さん、暇なんですか？いや、何言ってんすか。暇っぽいよね。暇だよね。羨ましいです。一生懸命やったの。私は、バキラ TV は泣こんなよ。あ、そうですね。応援していただいたのは、茨城県のですね、稲荷のテレビ、バキラ TV。はい。よく結構 OK してたよね、こういう。そうですね。なんか面白いからやってみたいという。はい。というわけで、本当、大笑いの皆さん、皆さんに対して、いろんな方から感謝の言葉をいただきます。ただ、なんか、何年か変な人もいましたけども、これからもですね、ぜひ、大笑い町、遊びに来ていただければと思います。はい、だからでもあれですよね、茨城県でほら、魅力度ランキングがまた最下位でしたけど、そうですね、素晴らしいことだと思います。はい、こういう変な人たちがいるからこそ、茨城県はまだまだ大丈夫かなというか、僕は結構自分で真面目だと思ってますね。はい、でも、冒頭の残念良かったでしょ。え、冒頭の残念、僕の。いや、自分たちで勝手に比較して、自分たちで勝手に忙しくしているところへ、なんで俺の名前を言ってるの？俺のせいじゃないんだ。むしろ俺は被害者。被害者、おもちゃにされてると思うから。それはない。ミラクル的に、今オンタイムで進んでおります。というわけで、18時40分から第1部、劇場版の公開記念スペシャルトークショーを開催いたします。皆様また、楽しみに来たお越しください。それでは、ありがとうございました。